自殺したらいけませんよ。座間市で9人の男女が殺される事件が発生しました。犯人は一緒に死のうと言って被害者を殺していきました。特徴的だったのは殺された女性はみんな10代から20代で若いことですよ。確かに政治家にはとんでもない嘘つきが多く、官僚でも傲慢で性格の悪い人が多いのは事実ですよ。そのために弱者は切り捨てられますね。原発爆発させた犯人のとある官僚も、堂々と今も生きて人の悪口を言い続けていますよ。売国奴行為も収賄に相当する犯罪行為も中央でも地方でも頻繁に発生していますね。大手企業も外資と組んで日本企業を残酷に潰したり、乗っ取ったりしていますよね。マスコミもひどく本当に目も当てられませんね。でもね、自殺はいけませんよ。誰かがあなたの存在を必要としていることを信じてください。それに死んだら一番悲しむのは自殺する子のご両親なんですよ。自分の中に潜む何かしらの可能性を信じて生きていきましょうね。